フランス車に初めて電動パーキングブレーキにオートホールドつきました。そして内装の質感も非常に高い。これはすごい車来たぞ。はいどうも、車買うチューバーは安息チューブです。今回はね、リクエストも多かったルノーの新型ルーテシア上位グレードですね、インテンステックパック、こちらの内外装編からお届けしたいと思います。新型ルーテシアはベースグレードの全が236万円からありますが、こちらのインテンステックパックは 276.9 万円と最上位グレードで、これですからね、国産 B セグメントヤバシです。ガチンコライバルのプジョー208の価格が239.9万円、そして GT ラインという最上位グレードが293万円ということを考えると、上位グレード同士で比較しても16万円ぐらい安く上がりますね。いやこれは勝負してきてますね。私も今までルノーの車は完全ノーマークだったんですけれども、今回ね、ほんと頭ぶったたかれたような衝撃がありました。今回5代目となる新型のルーテシアなんですが、日産、ルノー、三菱アライアンスの新型プラットフォーム CMFB というプラットフォームを初採用したコンパクトカーとなります。まあ、このねプラットフォームを使ったコンパクトカーがね、日産とか三菱からも早く出てほしいと思うぐらい、すごい車になってました。それではまずエクステリアから見ていきたいと思いますが、キープコンセプトのデザインながら、メガーヌをね小さくしたようなヘッドライトが特徴的ですね。そしてボディカラーは 4.4 万円のオプションルージュプラムメタリックというね鮮やかなオレンジに近い赤ですかね。そしてまあ B セグメントというコンパクトなサイズなので、デミオとかエアリスとかと同じサイズになりますが、このね造形デザイン、質感、これはちょっとなかなか国産車、苦戦するんじゃないかっていうぐらい各部のね造形、すごいものになってました。でも208とはね本当いい勝負だと思います。でヘッドライトはですねオートハイビーム付きということで、アダプティブではないですけれども、フル LED のヘッドライトになっていて、ウインカーはこんな感じに光ります。ウインカーねフランスはちょっとちっちゃい問題はありますよね。周りをね縁取っている、ラインのところはデイタイムランニングライトになっていて、昼間でも光るようになっていると。そしてフォグランプも LED になっています。で周りもねフォグランプ周りもベゼルがつくなど質感は非常にいいですね。そしてグリルの中央にはルノーのねひし形のマークがありまして、その左右もグロスのパーツ、メッキのパーツがあしらわれています。でフォグランプの周りにもメッキパーツがつく、そして立体的な造形になっていると。いやはやなかなか造形も質感も B セグメントとは思えないぐらい、質の高いものになってますね。そして新型ルーテシアのボディサイズなんですけれども、全長4075、全幅1725、全高1470と 4.1 メーター以下のコンパクトなサイズになっています。先代のルーテシアから比べると全長が14ミリ短くなって、全高も30ミリ低まっているということで、より低くコンパクトになっているということになっています。フルモデルチェンジでね小さくなるってなかなかないですよね。そしてこちら上位グレードインテンステックパックには17インチのアルミホイールが装着されていますが、これもね足元見栄え良いですね。そしてミラーはブラックアウトされています。そして、ね、さらに下にカメラもついています。360度カメラ、ついてますね。208より劣るのは B ピラーは無塗装素地ですね。そして、ちょっと日本刀のようなサイドロアのところにメッキの、パーツもついていて、リアはねかなり絞り込まれたデザインになっています。まあ、居住性よりもデザインを優先している、形ですね。そして、リアドアのアウターハンドルは隠されるデザインになっています。こういうところもデザイン重視されている、モデルだっていうのが分かりますね。そして、リア正面に回ってきますが、左右にね切れ長のリアコンビネーションランプ、そして、ポジションランプはこんな感じについて、ウインカーはこんな感じに光ります。リアウインカーは豆球だったかもしれないですね。そして、リアバンパー下部のところにも、メッキのラインが入っていて、でリフレクターがあって、マフラーにもねちゃんとフィニッシャーがついてますね。切りっぱなしなんてことはないです。この辺もね質感気にされてますね。いやこれドイツ車よりもいいぞ。これポロとか A1 でこれ勝てるかっていう感じの質感ありますね。でシャークフィンアンテナは、ディーラーオプションになっているので、つけないと、まあ、棒のアンテナになると。これはねつけた方がいいと思います、見栄え的にもね。はい、リアもシュッとしてますよね。それではインテリアも見てみましょう。なんとアウタードアハンドル、鍵穴見えないタイプになってます。この辺はね208よりいいかも。でドア開けてこれまたびっくり、なんとトリム上部ソフトパッドになってるじゃないですか。 B セグでここソフトパッドってなかなかないですね。
そして大部分を占めるこの白い部分のところは全部ソフトパッドになっています。で、非常機もソフトパッドで、ウィンドウスイッチにもシルバーの加色がしてあります。さすがに同株はハードプラですけれども、いいですね。質感はかなり頑張ってると思います。そしてヒンジはプレス製ですね、フランス車の場合は。続いてシートなんですけれども、ジョイグレードインテンステックパックにはなんと本革シートと、いやはや恐れ入った。しかもシートヒーター付きですからね。ただパワーシートの設定はありません。でルーテシアのロゴのついたフロアマットで、アクセルペダルは吊り下げ式ですね。それでは乗り込んでみましょう。ドア閉めた音こんな感じ。結構ねバジャンっていうね金属チックな音がします。そしてルーテシアインテンステックパックの運転席前景はこんな感じですね。白く見える部分は全てソフトパッド、そして赤の差し色入っていますが、こちらねボディカラーによってここの差し色の色が変わってきます。それにしてもねこの広大な部分が全てソフトパッドってすごいですね。細かく見ていきましょう。こちらね7インチのマルチメディアイージーリンクというねものがついていて、ナビはねインストールするタイプですが、こちらの試乗車には入ってませんでした。なのでカープレイとかアンドロイドオートでナビをするという感じになります。なのでナビに関してはちょっと未評価ですね。まあでも最近コンパクトクラスを中心にですね、まあディスプレイオーディオというか、まあナビをインストールしないでスマホをミラーリングしてナビ代わりにするというのが増えてきてますけれども、やっぱ特にコンパクトカーみたいなね車両本体が安い価格では、高いナビをねインストールするよりはこっちで済ますっていう方がねスマートかもしれませんね。そしてナビの下にはですね、いろいろスイッチありますが、360度カメラがなんと全グレードに標準装備と、このクラスで360度カメラ標準装備かよってちょっと驚きですね。で、ハザードランプはこんな感じで、その、隣になんか星みたいなマークありますが、こちらがですねルノーマルチセンスというものがついていて、運転モードとかインテリアの照明を、まあ、自分好みにカスタマイズできると。でドライブモードもねカスタマイズができて、さらにですねアンビエントライトも8色から選べると。そしてシートヒーターは標準装備と、これも素晴らしいですね。でエアコンの、ダイヤルがね物理的に用意されてるっていうのもね、この辺はねプジョーなんかよりも使いやすくていいなと思いました。これもねダイヤルも大きくて見やすいですし、さらに、サテンメッキの加色もついていて、見栄えも良いということですね。でその下には内気循環のスイッチとデフロスターのスイッチがあります。その下にはですね USB ポート2口と、イヤホンジャックとアクセサリーソケットもついていると。さらに、スマホのワイヤレスチャージャーも標準装備ということで、この辺もね装備面かなり充実しています。さらにこの白い部分がソフトパッドなので、ニーパッドもソフトになっていると。でシフトノブもちゃんとシフトブーツ付きでこのようになっていて、さらにねアンビエントライトがここね入ってるの、これかなり明るいですね。しかも8色からカスタマイズができるということでね、結構いろんなとこ光ってるんですよ。このドアのね取っ手の部分も光るし、まあ、中央のねさっきのシフトのところも光るし、いやしかもねダウンライトもあるんですね。そしてここの白いところはソフトパッドになっていて、でなんとですねやっぱり最初にも言いましたけれども、フランス車初のオートホールド電動パーキングブレーキつきましたね。そしてここねスマートキーなんですけれども、スマートキー置き場がまあここにまあ定位置としてあるというところですね。こう押すとねちょっとパカッと開くんで持ち上げやすいということになっています。そしてむき出しのドリンクホルダーはありますが、アームレストがないのがねちょっとあるといいなと思いました。で、ダッシュボードもちゃんとソフトパッドで赤のラインが入っていて、エアコンのね、吹き出し口のところにもメッキの加色があると。そして、白のところはソフトパッドになっていると。そしてねフランス車あるあるですけれども、やはりね、右ハンドルに、ローカライズされてないので、ヒューズボックスがね、グローブボックスの半分を占めてしまっているというところは、まあ、ネガポイントにはなります。そして、レザーの本革巻きステアリングですね。しかもステアリングヒーター付きと、いやはやこれも本当にやばいですね。ドイツ車もやばいと思います。そしてクルーズコントロール系のスイッチがあって、パドルシフトもあって、しかもねウインカーレバーのところにもちゃんとねサテンメッキの加色があると、ワイパーレバーのところにもあるということで、質感非常に高いです。そして7インチのデジタルインストルメントパネルというメーターがあって、でこちらもねいろいろカスタマイズができると。で見た目のデザインもマイセンスのところで変更できます。
で、ちょっと、左上のところの情報、マルチインフォメーションディスプレイ的に切り替えることができますが、まあ、全体的に、まあ、ちょっと7インチのところに無理やりいろいろ収めているので、まあ、そこまでね、表示のカスタマイズができるわけではありませんが、運転支援のね、表示とかもね、デザインされていて非常にね、見やすかったです。そして、先ほどのマイセンスのところで、アンビエントライトと、連動してメーターの色も変わるという芸の細かさですね。いや、これ恐れ入りました。このデザインなんかも変わります。タコメーターを表示させるのとか、表示させないものとかも選べます。結構ね、いろいろできますよね。まあ、プジョーのね、アイコックピットもすごかったですけれども、まあ、こっちもね、見やすくていいんじゃないかなと思いました。ただ、ナビとかと連動してね、案内が出るとかっていうことはできませんので、まあ、その辺はね、まあ、ドイツ車の方、例えばバーチャルコックピットみたいなものの方が優れてるとは思います。で、こちらのマイセンスのところで、スポーツとかエコとかを選ぶと、メーターの情報も変わるという感じになっています。ちなみにマイセンスのドライブモードで変更できる、カスタマイズできるのはステアフィールのところだけみたいですね。これがまあ重いとかスポーティーとか軽いとかそのぐらいしかできなくてですね、サスペンションとかエンジンの特性とかは変わらないみたいですね。はい、続いてメーターの上にはヘッドアップディスプレイなどはありません。まあでも十分かな。で、ステアリングの右側にはステアリングヒーターのスイッチとか、あとは、メーターの照度とかの、スイッチがありますが、それ以外は特にないですね。でも白い部分はソフトパッドになっています。そしてね、発煙筒がね、ドアポケットにあるというところで、ドアポケットのね、容量はそんなにないですね。でミラーは、普通ですね。そして、ルームランプはなんと LED になっていると、この辺も良いですね。ただオーバーヘッドコンソールにはサングラスホルダーや SOS コールなどはないと。この辺はね、フランス車が遅れているところかなと。ただバニティミラーにはね、LED の照明もつくと。この辺は素晴らしいですね。続いて後席を見てみましょう。まあ、後席のね、アウタードアハンドル、隠されてクーペのように見えるようになっているのが、まあ、ルーテシアの特徴ですね。で、ドアを開くとこんな感じ。開口幅はまあまあですね。で、ここはさすがにハードプラですね。でも、中央部分の白いところはちゃんとソフトパッドになっていて、ウィンドウスイッチもシルバーの加色がついていて、窓開きチェックはまあ80点って感じでしょうか。まあここがね、ソフトパッドついてるだけいいですね。でドアポケットもついていると。ただしドリンクとか置けなそうですね。で、リアシートは6対4の分割加藤ですけれども、リクライニング機構は備わってないです。それでは乗り込んでみましょう。よっこらしょういち。はい、ドア閉めるとこんな音ですね。はい、で後席はさすがに膝前は拳1個がギリギリで、足元空間もまあ結構タイトですね。この辺は208とかと変わらないと思います。 B セグとしてもまあ狭い方かもしれないですね。で後席のエアコンの吹き出し口などはまあもちろんなく、アームレストもなく、ただ後席サンザかけられるようになってますが、ヘッドレストを上げてしまうとヘッドクリアランスもかなりミニマムですね。ちょっと、背もたれに寄りかかるような感じになると髪の毛が、天井についちゃいますね。この辺は208でも同様に、狭かったですけれども、ルーテシアも先代モデルよりも低められているということなんで、まあ居住スペースは押して知るべしという形ですね。そして、ラゲッジなんですが、面白いなと思ったのがね、このルノーのねロゴの中央部分がカメラになっていると。そして、パーデルゲートなどの設定はもちろんありませんが、ラゲッジを開けるとこんな感じ。後席使用時で391リッターと意外と広い。でこのエマージェンシー、これ多分パンク修理キットだと思うんですけれども、これここに置いとくと結構狭いですね。そして上位グレードのインテンステックパックには BOSE のサウンドシステムもついてると。8スピーカープラスサブウーファーということで、クラストップレベルのサウンドシステムということですね。 B セグにねこういったプレミアムサウンドついてるのはなかなか珍しいと思います。で、しかもこのね、BOSE のサウンドシステムは、フレッシュエアスピーカーというのが初採用されているそうで、トランクスペースをね、狭めることなく、車外から空気を取り入れて、パワフルな音をね、再現しているということですね。なので、このようにラゲッジアンダーにも、ウーファーのユニットがあってね、場所が圧縮されているということはないのはいいですね。で、これ以上下はないみたいですね。
このエマージェンシーのこのタイヤパンクキット邪魔なんで、この下に置けるといいなと思ったんですけれども、このようにちょっと置いてみると微妙に収まらなくて床が浮いちゃってますね。ここはもうちょっと、なんとか、なんなかったものかと思うところですね。でこのように鉱石を、鉱石側から、倒しますと、ラゲッジボードを上にしていると、つらい位置で、このようにねラゲッジと鉱石側がつながるということで、いや結構練られてますね。いやはや恐れ入りましたといった感じで、ルノーの新型ルテシアインテンステックパック見てみましたが、いかがだったでしょうか。個人的な感想としては、いや現状考えられる B セグコンパクトで最強かもしれないですね。で今まで乗った中で B セグ最強と思ってたのは、208の GT ラインだったんですけれども、あちらはね押しむらくは電動パーキングはついてるけどブレーキホールドはついてないという弱点はあったんですけれども、こちらの新型ルーテシアにはついにフランス車にも電波にオートホールドついちゃいましたし、内装の質感においてもプジョの 208GT ラインはすごい良かったんですけれども、それにね勝るとも劣らない内装になっていると思います。まあ、質感だけで言えば国産ではマツダ2あたりはやり合えるかと思いますが、安全装備や運転支援の面では確実に溝を開けられてしまっていますし、ヤリスもまあ同様ですね。ちょっとヤリスの内装の質感では勝負なんないと思います。まあ、そもそもヤリスもマツダ2も電動パーキングブレーキ自体採用されていないので、クルーズコントロールが全車速追従タイプではないというところもあります。でフィットは内装においてもいいと思うんですけれども、ブラインドスポットモニターがついてないとか、あとはレーントレーシングアシスト、レーンキープアシストが、まあ、高速域しか使えないと、60キロ未満では作動しないということを考えると、まあ、こっちのルーテシアの方がはるかに、運転支援の面でも優れてるなという感じですね。さらにドイツ車と比較しても、ポロとかアウディ A1 ではですね、未だにサイドブレーキなので、まあ、電動パーキングもブレーキホールドももちろんないですし、まあ、クルーズコントロールこそ全車速追従なんですが、ブレーキホールドがないので停止保持ができないと、2秒経つと前に進んでしまうというタイプになっているので、この辺ももう勝負になってないですね。正直質感においても内装はもうポロもアウディ A1 も結構プラスチッキーだったので、もうその辺でももう全然フランス車の方が勝っちゃってますね。208とかルーテシアの方がいいと思います。いやいやこれ恐ろしい B セグ来たなって感じですけれども、押しむらくはルノーのディーラー少なすぎ問題ですね。これ日産のディーラーで売った方がいいんじゃないのって、日産のね営業マンも喜ぶんじゃないのっていうぐらいいい車になってますね。では資格はないのかというところなんですけれども、その辺はね次回ドライブフィール編でお届けしたいと思います。物欲が刺激されたぜって人はね、いいねボタン、そしてチャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録してベルのマークもオンにしておいてくださいね。車でも何でも欲しいと思った時が買い時ですからね。車買って経済回していきましょう。それではあなたの物欲を刺激する車買うチューバーワンストップチューブ、次回もお楽しみに。